スパイクチャンネル。こんにちは、スパイクの松浦です。スパイクの小川です。イエーイ、元気いっぱい始まりました。今日はですね、またしても最遅の企画です。はい、もう全く誰もやっていないぐらいの企画です。スパイク松浦の相関図を作ってみよう。なんかさ、スパイク最遅チャンネルみたいな、いやもう変えた方がいいかもしれない。あ、でも次回からはハッシュタグに最遅とか、つけてもいいかもしれない、うんうん、ですよね。まあ我々ちょっと手を出してなかったので、ここに来てちょっとやってみようじゃないかと。私は本当あんまり見てないんですよ、相関図の動画に関しては。まあ抜けてることとかもあるんですよね、やっぱ忘れてたあの人みたいな。まあね、喋りながら聞きながら、ね、そうだからこの方が非常に重要なんですよ、他の人に。だからマッツンあの人はとかをあなたにだから言ってほしいの、ちゃんと。そういうこと。そうだよ、他の動画もだからみんな助け合ってやってんだから。そんなさ、ギリギリなことしてるんだよ。抜けてたら本当にすいませんって。だニューヨークの屋敷なんか一回動画止めた後にもう一回再開して、すいません、りんたろーさん忘れてましたって、りんたろーも書き出したの。マッツンだけにしとく。はい、じゃあ松浦の相関図一人目は、まあ、一番今まで、ご飯を食べさせていただいた、飲みに連れて行っていただいた回数、もうこの方が一番多い松浦を形成する一人目、チョコレートプラネット松尾さん。 CP だ。はい、 CP 松尾さん。で、もともとその松尾さんも私もあの渋谷区の幡ヶ谷に住んでおりまして、うん、もうその時なんかは本当に多分週4とかではもうご飯、お酒、もうパープリン終わり後ぐらい、もうそう、パープリンっていうコント番組昔やってたんですけど、それももう全然終わってから引っ越したの、うん、私幡ヶ谷に住んでた時にすごい覚えてるのが、もうスーパーで自炊用の食材とかマジで買わなかったの、うん、だからそのご飯食べさせてもらえるから、うん、もうそれぐらいのお世話になった松尾さんは。で、その時の幡ヶ谷軍団というか、そんなんあったんだ、幡ヶ谷軍団。松尾さんに並ぶぐらいもうお世話になっているのはジャングルポケットの太田さん。太田さんも当時幡ヶ谷、うん、でもう同じぐらいご飯連れてってくれました。では、ソンヌの二郎さん、うん、もうそうだった。あ、本当に幡ヶ谷。はい、幡ヶ谷で、ここに相席スタートのケイちゃんで、このケイちゃんと私のことを松尾さんは幡ヶ谷姉妹っていうふうに当時言ってました。だこの、で、あとまあ BKB さんとかも当時住んでて、だからすっごい多かったんですよ、この時幡ヶ谷。まあ、確かにみんな幡ヶ谷そうだった時期あったよね。だから私芸人人生で幡ヶ谷に住んでた時一番お金なかったんですよ、うん、もう本当に来月どうしようぐらいの生活をしてて、この方たちがいなかったら今の私はいないっていうぐらい支えられた、うん、それで言ったら松尾さんと私と海野さんの3人でチームというLINE グループもあるぐらい、松尾さんと私と海野さんというこのね、うん、あれもありました。海野さんはこれすごい大変だな。やっぱりこの方ですね、直美渡辺師匠、うん、この方はもう大将でございますね。で、直美軍団というのがあって、そこに、まあ、スパイクと横澤夏子、これね、まあ基本この3人、スパイクと横澤、もう直美さんには海外旅行も連れてっていただいたし、もう国内旅行も連れてってもらったし、もうそのいわゆる高級なものというか人生で初めて食べるものみたいなのはもうほぼ直美さんにごちそうになったっていう感じですね。で、まあ、それ以外にも、まあ、やっぱり、ね、同じ女性としてなんか芸事で悩んでる時とか、まあ、私がもう大ミスした時とかはもう夜中でも話を聞いてくださったりね、もう大将、直美さん。最初は結構小川単品が多かったんですよ。だけど途中からね、なんか私も入れていただいてというか、うん、なんかこの直美さんの
関係とかその一緒にこう女性芸人のあれで言うとハリセンボンの春菜さんとか直美さんと一緒にご飯行かせてもらったりとか、友近さんもね、今なんか私あの今年の4月から千葉県のデイ FM っていうところでラジオ、新ラジオってやらせてもらってるんですよ。で月曜日私があのグランジの遠山さんと一緒にやってるんですけど、金曜日を友近さんが担当されてて、うん、したらすごい気にかけてくださってね、友近さんが同じラジオねやってるから頑張ろうみたいな感じでご飯ね行ったりとか、であとしずさんね、南海キャンディーズのしずさんもあのお酒がすごく好きで、最近あれですけどね、あの何年か前ね、あの飲みに連れてっていただいた時とかあってね、しずさんもね、しずさんは The Empty Stage という即興コメディやるので一気にガッて仲良くなって、熊本に営業をその Empty Stage で行った時に、うん、まあ、私一人だったその時は、でしずさんと行った時にしずさんすごいお酒好きで、飛行機乗る前に飛行機に持ち込める用のカップでお酒を買って飛行機乗る前に全部飲んじゃったっていう、それぐらい飛行機で楽しもうとしてて、はい、それを全部飲んじゃうぐらいしずさんはお酒が大好き、すごい大好きだよねお酒、本当に私もご一緒したことあるけど、そのエンプティステージで、うん、もうすごい本当にずっとニコニコされてていつ酔ってんのかも分かんないぐらいね、なんかそうなんやーってすごいニコニコ、GAG の SJ さんですね。はい。坂本さん改名されたんで SJ。あ、え、知らないですか？知らないから。そうなの。で上京されてから、まあ、坂本さんだからお酒が好きっていうことで結構あの誘ってくださって、でその坂本さんのあれでトットの多田さんとか、うんうん、あとなんか人気師だもんね。コマンダンテの石井さんとか。ウルブリの佐々木ちゃん、佐々木ちゃんは前からでしたけど、このあと猫に進む山源さんとか、こういうこのメンバーがね、私のね誕生日会とかを2年連続とかで開いてくれたんですよ。へでもメンバーはだから SJ さんが決めるの、うん、SJ さんが呼んでくるんだから、石井さんとかなんてさ、その当時まだ全然ほぼ喋ったことないのに突然私の誕生日を祝わされたという、またここら辺ね、でこの坂本さんのつながりで言うと、トロサーモンの久保田さん、まあ、坂本さんが久保田さんとずっと大阪時代からお世話になってて、で、あのまっちゃんもあの絶対楽しいから行こうって言って誘ってくれて、もうほんと4、5年前とかですけど、結構定期的に久保田さんの飲み会に行かせてもらうこともあって、そこに、まあ、よくいたのが私たちの同期の親方くんとか、スカちゃんの宮本さんね、矢島さんじゃなくて、まあ、あと瀬下さんとか、うん、まあ、これはあの私がキュンとしたエピソードで喋ってる前です、うんうん、あと辻井さんもいたの、ここに渚さんとか、あ、そうだ、渚さんもまあいますね。で久保田さんは本当にだからもうめちゃくちゃ面倒見よくて、多分自称久保田軍団みたいな人が多分何百人いるんですよ、だから一回でも行ったらなんかまあ言いたくなっちゃうけど、めっちゃ面白いから。2018年の久保さんの誕生日会の時にもう大型台風が東京に来たんですよ、うん、で夜8時以降をもう JR も止まるみたいなぐらいのもうとんでもない台風、うん、でその日に久保さんの誕生日会やるって連絡来て、でもその集まった時はまだ全然そんな大丈夫だな、その天気もまだ上陸前みたいな、でちょっと雨降ってるぐらいなんで、まあ1次会終わって2次会終わっても12時ぐらいだからもう終電の人一回帰ろうみたいな、外出たらもうすごかったの、豪雨と強風とみたいな、じゃあ久保田さんはすっごい寂しがり屋だから、あのできればみんな残ってほしいね、でもこんな状況だし、だからまあ一回帰りましょうっていう雰囲気になってるんだけど、久保田さんがさビニール傘持ってさこうやって外飛び出してさ、じゃあバーってもう傘が全部ひっくり返っちゃって、もうこんななってる、こんななりながらみんな俺んち行こうやあのみんな、いやいや家の中やったらさ安全やから、ほら俺んち行こう、ほら行こうやでもそれが私めちゃくちゃ面白くて、その時の動画とか今でも見て笑うぐらい、もう常に笑いが起きるって感じ、も久保さんというと、あのサルゴリラの赤羽さんとしんがりの滝野さん、うん、これはまあ楽園と名付けてます私は、うん、
コロナの始まってその一番最初の緊急事態宣言で本当どこにも出かけれない時に、まあ、リモート飲みをめちゃくちゃやってたんですけど、その中で一番心地いい2人を見つけたんですよ。それがこの2人。それ何が心地いいかっていうと、やっぱコロナ禍でも芸人さんってやっぱ努力をやめないというかさ、まあね、いろんなことやってたもん、ね、そうそう、なんかネタを YouTube 配信してみたりとか、それこそリモートでできるなんかライブやってみたりとか、うん、やっぱそういうの見るとやっぱ何もやってない自分とかがやっぱすごい焦ってくるっていうか、もう自分だけがこんななのかな、私ってなんでこんな何も努力できないのってすごくちょっと落ち込んだ時があって、でその時にこの2人にリモート電話すると、私以上に何もやってないんですよ。もういつ電話しても寝てるか、サブスクで映画見てるか、もうすごく安心する2人なんですよ。で、2人がはっきりその当時も言ってくれたんですけど、志保ちゃん安心してって言って、俺らのとこに焦ったら来るんだよ、俺らが何か努力することは絶対ないから。悪魔みたいな天使。そう、悪魔みたいな天使。いいこと言いましたね。本当に。だから楽園と名付けたんです。俺らが最低限にいるんだよって、だから落ち着きなって。俺らより落ちることないよ。そうそうそう。まああとはその近場のガールズ先輩。ガールズ先輩。もうここは全部一期上の先輩たちですね。チームバナナのお二人、This is Pan の吉田さん、アマコインタナリサさん、まあアリサとケイちゃん。もう一期しか変わらないんで、もう本当にもうちゃんけー。あの藤本さんのこと、もんちゃんとか、まなみさんのこと、まなみさんとか、もみんなのため口みたいにもう喋ってますけど、まあ、チームバナさんと、まあ、ケイちゃんが一番この中で言うとね、歴は古いけど、まあ、でもいつからチームバナさんはやっぱザ・ダブルっていう大会がもう一個強くね、絆をしたかなっていう感じですけどね、うん、ケイちゃんはまあさっき言った旗ヶ谷でまた絆が深まりみたいな。で、渚さんはだからやっぱ、この久保田さんのあれがあったから、多分呼んでくれるみたいな。シソンヌのしのぶさんが、うん、あの昔そのブスカイを作るぞって言って、ブスカイ松浦作ったからお前入れとかって言って、その当時ね、元アロハの山貝さんっていう方と、山貝さんだ。山貝さん。そうだよ、出てくると思わなかったかもしれない。でね、これやっぱケイちゃんがすごい関わってる。ここにもケイちゃんいます、うん、で、私のだから4人か4人でブス会っていうのを忍が作ってくれたんですよ、うん、でも、まあ、この、まあ、13年で活動報告がマジで2回ぐらいしかないんですけど、うん、1個ね、腹黒い少年を持った人たちが集まって、もうお互い、だから本当こういうことですよ、1人じゃないよっていう、そのもう傷の舐め合い、傷の舐め合いがこのブス会ですね。ほとんど活動だからしてないですけど、同期はまあ、ネルソンズの騎士は、うん、まあ、本当小川ちゃんとかスパイクと騎士で飲み行くことが多いっていう、珍しいですよね。なんかアイスケね、アイスケはもう本当に家族みたいなもんですよ。本当に数少ない同期女子芸人ね。であと何気に最近思ったんですけど、一番多分私喋ってるとか話しやすいのは影山の二人かなっていう、うん、くらいかな。あんまり弟子一人だけ取ってて、あ、まあ、バビロン千葉という男なんですけど、大男。あの大男、あの大男。で、後楽園遊園地行ったらほぼ乗れませんでしたから、体重オーバーで大男すぎて。で、あとまあよく行くっていうか誘うのは世間知らずの西田ちゃんですね、女性ね、うん、なんか好きなファッションの系統とかと似てるから、なんかいろいろ誘いやすいです。もう一人、でも今私本当に松浦悲しいわって言われる人をね思い出しました。すいませんでした。田畑、地元の田畑さんですね、元ね、今トラフグですけど、田畑さんも本当昔からお世話になって、家が近かった時はもうめちゃくちゃ飲みに連れてってもらいましたね、田畑さん。もう私マジで少ないんですけど、芸人さん以外っていうと今シュンシュンクリニック P の嫁リポポ、リポポとシュンピンの家に2回ぐらい遊びに行って、もう犬をずっと触らせてます。リポポね、大好き。こちらだから元 NMB 兼元
元吉本坂46の2人、ゆいぽんっていうね、このゆいぽんはすごいお酒飲みなんで、あのよくお酒飲み行ってましたけど、コロナ禍になってからマジで1回も行ってないけど、あのであとまあこのアノンさんってね、吉本坂46のダンサーの方、この子もだ、ゆいぽんとアノンさんで、まあ、よく飲み行ったりとか、ご飯行ったりとかね、してましたね。我々がまた頭上がらない枠としては、野々村ゆき子さんね。野々村さんも、もともとパワープリンっていうコント番組の作家さんだったんですよ。で、その時はまだ野々村さん、このテレビに出る人じゃなかったっていうか、本当に作家さんだったんですけど、もうある時からもう、大売れタレントみたいにもなりましたけど、もう未だにね、もう私たちのことをずっと気にしてくれて、ご飯連れてってくれたり、カラオケ連れてってくれたり。で、あと今、友達になりそうという、なりそう枠とさせていただきましょう。まさかのホラン千秋さんですね。はい、ホラン千秋さんは最近 TBS の見るべきという番組で、私たちが MC を3ヶ月に1回ぐらいのペースでやらせてもらうんですけど、まあ、ホランさんがメイン MC で、すごい気さくの方でね、うん、でついに2ヶ月前ぐらいにもみんなで LINE 交換してご飯行きましょうっていうところまで来てるんで、まあ、友達になりそう枠ということでね、私ねパワープリンの、ね、枠もやっぱりまあねそれは必要なんですよね、やっぱ必要よね、パワープリン枠ね、ここはありますね、林さんも書くかいやそんな薬みたいな、いやでも一個で片つむり、今そういう時間、そういう時間ですよね、一回思い出しやすく片つむり林の闇鍋ライブっていうのが結構私の中で、ね、私たちの中で結構青春の一つだったっていうか、うん、本当に毎回打ち上げもあったしね、カウンセラーとしてまあこの方かな、秋久さん、まあ秋久さんと言っても分かんない、ピクニックさんですね、あの本名藤井秋久さんって言うんですけど、私は秋久さんって言うんですけど、知りないですね、秋久さんは言うよ、どんな角度で何話しても前向きに返してくれるカウンセラーですね、私のスマップ仲間で坂口さん、怪獣の坂口さんもいました、まあ、少年少女さんというねコンビの時から我々スパイクはお世話になってましたけども、坂口さんはずっとスマップも好きで一緒にスマップのライブ行ったり、今も新しい地図になってもライブ行ったりして、まあ、もし本当にあの見てて、あのおい、あつらって思った人はあの直接行ってきてください。直接、はい、そしたら本当に丁重に謝罪するか、いや、あなたは書くあれじゃないですっていうか、分かりませんが。すいません、もう一回だけ。宮戸さんもですね、本当にすいません、宮戸さん、失礼しました。GAG の宮戸さん、東京上京してきた時に宮戸の家に来てくださいっていうなんかグループラインを作ってその招待してくれて、Yes! 40分回してます、わーやっぱかかるよね、かかりますよやっぱ、以上が、スパイク松浦の総完成でした、皆さん本当にお世話になってます。